いてない。のれんパッドさんはデータ分析の老舗ですよ。太田さんはお酒があまり強くない。よく分かってらっしゃる、はい、感じですね。それでは太田さん、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。今日は RNN の生成モデルについてお話ししようかなと思います。で、まあ、なんか単純に生成モデルについて話して面白くないかなと思ったので、ちょっと高田純一というところで考えています。ちょっと自己紹介なんですけれども、あだ名は太田マンっていうんですけれども、株式会社ブレインパッドっていうところで、まあ、研究開発ですとか、あとは技術調査とか、あとはまあ事業部の技術支援を担当しています。まあ、深層学習とか強化学習とか武蔵野とかやってるんですけど、まあ、暇な時はアウトドアとかやっています。はい、で、まあ、自己紹介はこれでよくってですね、ちょっと他己紹介しようかなと思ってます。あ、別に知り合いじゃないんですけど、高田純二っていう人がいます。で、この人はテイクワンオフィスっていうところの社長さんなんですけど、まあ、なんか知ってる人ももしかしたらいるかもしれないですけど、まあ、純ちゃんとかミスター適当とかと呼ばれているような方です。はい、で、なんでこんな人を紹介するかというとですね、まあ、ちょっとアジェンダを飛ばしてですね、今日やりたいことがですね、さっき2人ですね、データ集めるの大変だよっていう話をされてたと思うんですけど、僕は深層学習っていうか転送フローとか触りたいけど触れないっていう人が結構周りにたくさんいるなと思って、で、話聞くとやっぱデータ準備するの大変だよっていうふうに、まあ、よく言われるんですよね。で、だけども、まあ、深層学習って結構面白いんで、データ少なくても面白いことできるよっていうことを、まあ、伝えたいなというふうに思っているっていうところです。はい、で、いきなりでもなんですけども、何をやるかっていうと、高田純二のイーストなことを転送フローで自動設置します。で、今日20分時間与えられているんで、この20分間学習させ続けますと。で、100ステップ進むたびに生成された文章を表示するようなデモを作ったので、それをなんだろう、ちょっと理論の話とかするんで、つまんないときにそれを見ていただくといいなというふうに思っているところです。で、ちょっと想定に対して、さっきの URL に行くと、こう真っ黒い画面に行きます。で、実は、コンソールの、録画なんですけれども、しばらく待つと、少々お待ちを。それで、ですね、今コンソールが、皆さん見えるようになったかなと思います。で、なんかちょっとおかしいですけど、Python 3っていうのを入れるところですね。どうしました？ちょっと待ってください。日本まで。少々お待ちを。でも、まあ、分かるからいいですね。これ学習のし始めなんで、高田純二が、なんか発言したことから、まあ、ほぼランダムにこう単語を抽出されています。なので、まあ、下品とかいうことを言っています。で、この URL にこう見ていただくと、こう学習が進むたびにですね、どんな言葉になるかっていうのが見えるんで、それをこう見て、楽しんでくださいっていう感じです。で、学習の始めの頃はですね、まあ、なんかよく分かんない文章になってますよっていうところです。で、僕はこれをまあ無視して、プレゼンを続けるので、プレゼンに興味ある人はプレゼンを見ていただいて、興味ない人は、この画面をずっと見ていただければいいかなと思います。で、気になる発言があったらツイートしてます。はい。で、プレゼンテーションを再開します。はい。何を作ったかっていうと、バリエーショナルオートエンコーダーを、系列データに対して、適用しましたっていう論文があります。で、それを実装しましたっていう話です。で、データをどうしようかなと思ったんですけれども、高田純二56で、まあ、Google で検索するとですね、この1530個集めてくれてる人がいたんで、それをパスして、とにかく壊したっていう話です。で、深層学習って 1000文章とかだと、まあ、全然学習できないんで、まあ、出力結果とかっていうのは、まあ、察してくださいっていう感じなんですけれども、面白いことができるかなと思っているので、コンソールを見ながら、このスライドを見てください。ちょっと理論の話をします。
僕が参照にした論文はこの論文です。Generating Sentences from Continuous Spaces という論文で、なんかもしかしたら知ってる方もいらっしゃるかもしれません。Google が、詩人を作りましたっていう、記事が、多分これ5月ぐらいから出ましたと。それの元になっている論文です。はい。何をやってるかっていうと、バリエーショナルオートエンコーダーっていう手法を使って文章を生成しましたっていう話で、さっき0と、1の間、なんか変な、感じでこうグニャグニャっとやりながらこう動かしていくっていうのを中井さんがやられたと思うんですけれども、それの文章版です。で、1つ目の文章が This was only way っていう文章で、もう1個の方が They both turned and walked away っていう文章です。で、その間を、なんか適当にこう動かしていくんですけれども、その間も一応ちゃんと文章になってますよっていうのが、この論文の面白いところといったところになります。はい。で、この論文が出る前の手法とこの論文で何が新しいかっていうと、まさに中井さん説明されていたところなんですけれども、今までのやつだと、学習したもの、その点をピンポイントで、当てると、This was only way みたいなこうちゃんとした英語になってます。でも潜在空間の中で適当に A とこうランダムに入れると、例えばこの例だと Was is this was way みたいなこう意味の分かんない文章になってしまうと。で、この論文の手法を使うと、潜在空間の中のどこをこう ピックアップして見てもですね、文法的には一応正しそうな文章が出ますよというような論文です。正確に言うと論文で言及しているのは、二転換をこう変化させていっても、なんだろうな、文法的におかしくないですよっていう話なので、潜在空間全体がっていう話ではないんですけれども、イメージとしては潜在空間で適当にこうこの点っていうふうに、指示すると、文章がちゃんと出てくるという、論文になってます。はい。で、この論文が出る前の、手法で同じようなことをやるとこんな感じになってました。 I went to the、store to buy some groceries。で、ゴールが、Horses are my favorite animal。 で、上の方はなんか文章なんだけども、下の方はなんか Horses are favorite any animal。 なんかちょっとよく分かんなくもないですけども、ちょっとおかしいというようになります。で、さっきガンですね、GAN を説明されていたんで、ちょっとじゃあ省略するんですけれども、深層生成モデルって呼ばれるもので、有名なものには2つあります。1つ目が、VAE、このオートエンコーダーに核リズムを持ち込んでデータを生成しますというものです。で、2つ目が GAN といって、先ほど、素晴らしい開発があったので省略しますという感じです。で、VAE と GAN で何が違うのか、下は、いい感じで説明していただいたので、見なくていいんですけれども、上が、VAE という手法です。オートエンコーダーという手法を、知っている方は、それとそっくりだというふうに思われるかもしれません。で、VAE とオートエンコーダーの違いっていうのは、この Z っていうのが、確率的なものになってるっていうところですね。はい、こんな感じです。オートエンコーダーと、なんか X っていうデータが与えられると、なんか、Z っていう潜在変数が与えられて、で、そこから X っていうのを再構成できますよっていうような話でした。VAE だと、X っていうのが与えられると、Z の分布が決まって、で、その分布が X ハットっていうのが生成されますよっていうような違いです。で、さっきゴニョゴニョって動かすっていうのは、この Z の部分を動かします。Z をなんか適当に指定すると、X ハットっていうのが出てくるんですけども、それがなんかいい感じになってると。はい。で、ロス関数の話があるんですけども、この辺はちょっと細かい話になるかなと思うので省略します。要は、オートエンコーダーの時には、X ハットの再構成誤差っていうところを最初ちっちゃくしなさいっていうような話があったんですけども、それに加えて、Z っていうところですね、分布に関するロスっていうのを追加するよっていうようなことをやります。はい。で、 VAE を使うとどんなことができるかっていうのがこの話ですね。これもですね、一番左側の例が実際に書いた例で、それを VAE を使って、例えば4っていうのがあるんですけども、そんな感じで、9とか8とか7っていうのを生成しなさいってやると、なんかそれっぽい、文字がちゃんと生成されると。で、同じような手法で、この感じで1とか2とかを生成しなさいってやると、こういった文字が生成されるようなところが、面白いかなっていうところです。で、もう少し、進むと DC ガンっていうのがあります。これ、さっきも出てきたんですけど、杉原さんの例ですね。DC ガンっていうのを使うと、さっきの数字みたいな単純な例じゃなくて、こういう、アイドルの顔画像みたいなちょっと複雑な例もちゃんと、生成できますよっていうような話です。この辺は中井さんの話があったんで、あんまり深くはしゃべりません。
で、その DC ガンっていうのが、すごかったんで、それを言語処理に使いたいなっていう話にはなるんですけども、結構難しいんです。なぜかっていうと、言語処理っていうか、まあ、言語って離散的なんですよね。単語をちょっとだけずらしなさいっていうような話ができなくって、そういったことに使えませんっていう話がありましたと。なので、この論文では、GAN でなくて VA っていうのを使っています。で、ちなみにこれできませんって書いてあるんですけども、9月にですね、できますよっていう論文があってですね、もし興味があったら読んでください。はい。で、ネットワークのコースはこんな感じです。さっきのオートエンコーダーとそっくりなんですけれども、入力と、出力が LSTM になっていますっていう違いです。で、あとは学習なんですけれども、ワードドロップアウトとか、KL コスト、アニーリングっていう、まあ、なんだろうな、細かいテクニックを使っていますっていう感じですね。はい、酔ってるので省略します。はい、で、結果ですね、論文の結果を見ると、あ、なんかいい感じになりましたっていうのが、この論文の結果です。で、ちなみにですね、この中間の部分の文章を生成するっていうだけじゃなくて、他の、タスクにもいろいろ、検証、論文では検証してるんですけれども、めんどくさいんで省略します。理論的なところは以上です。で、実装編ですね。これから、今、TensorFlow を実際、実装したんで、その辺の話をしようかなと思うんですけれども、なんか、新村さんが、分かりやすく解説してくれると、素晴らしい解説をしていただけるということなので、軽く触ります。まず、何をするかっていうのを決めないといけませんと。文章生成っていうのは、まだ研究段階の技術ですと。割と適当な技術が生成されやすいと。で、適当な、ディープラーニングを使うと適当な文章が生成されるんだから、適当な文章を生成したらいいんじゃないかなというふうに思って、あ、高田純次だと思ったところです。はい、で、データ収集なんですけども、データが適当なんで、データ収集も適当にやりたいなと。Google と何か1個あったんで、それだけ使いますということをやりました。はい、で、エンコーダーの実装ですね。これは読む人が、読めば分かるんですけれども、単層ですね。1層の LSTM を使っていて、オートエンコーダーじゃなくて、分散と、期待値っていうのを出しています。はい、で、デコーダーの方では、この分散と期待値から、サンプリングされたデータから、元文章を生成しなさいということをやっています。はい、で、細かい話なので省略します、はい。で、どんな感じになってましょうかっていうところを見ています。10分くらい経ってるといい感じになっているはずなんですけど、結構早口で喋っちゃったのであんましいい感じになってないかもしれません。俺が好きな言葉は高田さん面白すぎていい、あ、さっきよりも、ちゃんと文章になってますねといったところです。はい、そうですね。高田さんの裸でも見ちゃうとか、精力剤を飲むとか、高田純次だよとか、そんな感じですかね。まあ、なんかこれ見て、分かると思うんですけども、データが適当でもなんか面白い結果っていうのが出るので、ぜひ遊んでみてください。はい、という感じです、はい、というわけで、結果、あ、これはですね、10万ステップくらい回した場合にはこんなになりますよという話ですね。娘と一緒にお風呂に入ったお父さんはあらかじめお風呂に戻っておいてとか、なんだろうな、おならが止まんない人はコルクを詰めとけばいいんじゃないのみたいな、そんな感じになってますね。まあ、微妙な結果だって言ってるのはですね、もともと本当に高田純次が発言してるんじゃないかっていう気もするんで、本当に生成されたのかっていうのは微妙なんですけども、まあ、なんかこういうのが生成されてる過程っていうのをこう見るのは結構面白いなというふうに思っています。はい、ちょっと変ですけど、まとめます。まあ、データが、少なかった。少なくてもいいんであればデータ収集って結構簡単です。大量に集めようとすると結構大変なんですけども、少しでいいんであれば、まあ、ちょっとググって、まあ、パスすればいいと。で、データが、少ない場合って深層学習の、まあ、ネットワークをですね、妙に複雑にしても全然学習してくれないんですね。で、どうするかっていうと、ネットワークを、かなりシンプルにしないといけません、はい、で、ネットワークがシンプルになると、そいつの学習は早く進みます。なので、まあ、楽しいというところです。で、あ、最後ですね、We are hiring というところで、まあ、今日は結構適当な話しましたけども、仕事でもですね、機械学習ですとか、深層学習とかやっていますので、興味のある方は、ぜひぜひ、三井沙央だって僕なんですけど、僕にメールをくれるか、
まあ、もしくは、リクルートっていうところ、リクルートアットマーク、プレインパッドとシオル JP まで、連絡いただけると助かります。はい、以上になります。ありがとうございました。